こんにちは。2月の3日午後2時49分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただいておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、最初からカミカミマンビットマン TV です。最後の方なんで言えばいいか分かんなかったということで、もうねテイク5超えてます。よろしくお願いいたします。新しいスタイルだからね。そうです、普段のね、はい、ちょっとこう配信スタイルと、ちょっと違うような状況になっておりますから、そうですね、ビットマン TV も慣れない形でね、進行が、はい、になっているというところで、ご愛嬌いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。普段は、はい、この画面ね、タブレットを、持ちながら、はい、配信しているので、ね、もう陰でね、メンタルマネージャーの顎めがけてパーンやろうが何しようが自由なんでございますが、今日はね、そういうわけにもいかないと、そうノーバイオレンスでいきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、おそらくね、皆様の画面の方には、こっちビットマン TV の右側かな、そうだ、ね、の方に、うん、もしくはこっちかな、に、画面まで一つ、共有として、てるかなというふうに思います。まあ、箱根についての話は、はい、まあ、この話、まあ、追っていこうかなと、ね、あと3時間ぐらいね、やっぱりこう無駄話していかないとなかなかエンジンがかかってこないよなというところがありますから、ね、今日は何ですか、メンターマネージャー、パチンコの連チャン談合かなんかでいいんですか。そうですね、攻略法チャンネルということで、ね、認識していただけたらと、冗談でございます。よろしくお願いいたしますよ。行きましょう行きましょう、はい、こういった無駄話をしているとね、ね、毎回思うわけでございますよ。はい、ダッチャが出てくるということで、ちょっとそこはね、はい、ご勘弁を願ってもよろしいですか。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、で行きましょう。行きましょう。今日は、はい、何なのよ。なぜ、新しいスタイルでね、はいはいはい、どうやってるかというと、うん、実は皆様、今こっちから映ってる、この画面映ってます、映ってます、はい、多分、ゲート IO さん、はい、なんですよ。そうですね、はい、実はビットマン自体は、ゲート IO さんとのやり取りはないけれども、そうだね、その ゲートさん自体に関わってたのはね、結構始めた当初の頃から、関わってやってたんですよね、はいはい、そうそうそう、そもそもまず、ゲートさん、知らない方もね、まあ、いらっしゃるかなというふうに思うんで、はいはい、ちょっと簡単に、はいはい、いつぐらいから会って、日本市場で、まあ、さらに言うといつぐらいかな、そうだね、まあ、始まったのかっていうのを、ちょっと教えてもらえる、あ、オッケーオッケー、お願いいたします。ゲートさん、はいいや、何ですか、あなたもなんか慣れない収録方法でなんかわけわかんない滑り芸みたいな感じになってる。大丈夫ですよね。この感じでよろしくお願いします。いきますよ、はい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 、ゲートさん2013年から実は取引所としてはありまして、はいはいはい、ただ日本の方ね、グローバルのね、そう、グローバルがあったんですよ、はい、ただ日本の方、多分ゲートさんを知ったのは2022年です。あ、2年なの、はい、2年ほど前のタイミングだったと思うんですよ。これ何かというと、2022年の前半ぐらいまでは、日本での取引っていうのができなかったんですよ。はいはいはい、ゲートさん。うんうん、なるほどね。ただ、2022年の後半から、日本のユーザーの取引ができるようになったのと、レバレッジも100倍までかけるよ。はいはいはい。いうことで、当初、その時期からゲートさんを日本で、まあ、その時期っていうのは結構ね、いろんな海外の取引所が日本市場をめがけて突撃してきてましたよね。そうだね。だからそこに合わせてたのかな、やっぱりね。そうだ、で、ビットマン TV もよく覚えていて、ゲートさん、はい、おそらく、ビットマン TV かなり早い段階。そうだね。おそらくマジでトップレベルに早い段階で、多分案内してたのかなっていう感じ。です。うん、で、その時はまだね、こう、ゲートさんの方から話があったとかいうわけじゃなくて、普通にビットマン TV が、やっぱりいろんな通貨をね、こう扱ってたんで、特に現物ですよ。そうです。現物の通貨数が、もうその時からね、多くて。あ、そうなんだ。もう他を寄せ付けないレベルで、そうです。現物通貨数がもうその時から多かったんですよ。はい。だからこれは、やっぱりこう、ビットマン TV がこういうね、まあ、活動させてもらっていて、まあ、いろんな人たちがね、いろんな通貨を知るきっかけにもなるし、購入できる機会が、ゲートさんでね、あるんだったらいいかなと思って、まあ、ご案内させてもらっていた、だからそういう意味で早い、かなり早い段階で、まあ、お届けしていたのかなっていう感じ。そうですね、で、うん、今、どれぐらいの通貨数なの。いや調べてさえ言ってもいいですよ、ビットマン現在は、まあ、それこそ大手取引所の、バイナンスさんとかね、300銘柄あるよっていう風にバーンって出てますけど、はいはいはい、全然寄せ付けない。なんとゲートさん、1700銘柄超えて、もうわけわかんねえ。マジでやばい。わけわかんねえ。マジでやばい。だからもうありとあらゆる、まあ、草コインから全て取り扱っているっていう状況にもほぼなってるんですよね。そうなんですよ。だからそこに対して、まあ、まずね、まあ、皆様に言いたいのは、まあ、本当にこう、これから先、まあ、今のね、2024年もそうだし、来年の2025年もそうだし、やっぱりこうアルトシーズンっていうのが、来る
準備が一つね、まあ、現物ですけれども、はい、できるんじゃないかなって思う。本当そうなんですよね。まあ、先物関係はね、やっぱりほら、他の取引所さんとかも、うん、まあ、当然、たくさん扱ってるし、うん、先物でほら、トレードするって結構こう、草コインっていうのはあんまり多分やらないと思うんで、ね、そういう意味で言うと、うん、もう現物の U。そう。ゲート.io。そうですね。という感じで、うん、ビットマンティビーはまあイメージしてますよ。結構ほら、今年から来年って、現物取引のフェーズに意識をちょっと、変えてる人もいると思うんだよね。変えていってもいいんじゃないかな、マジで。っていうのは思ってる。だからこのタイミングで、うん、まあほら、2024年がね、はい、始まったばっかりの時も、まあ皆様に多分言ってたと思うんですけど、うん、ちょっとビットマンティビーとしてもスタイルをね、はい、まあ変えていきますよって言っておりましたから、うんうんうん、まあそのタイミングを重ね合わせて、うんうん、まあちょうど現物、いろいろ扱っているところというところで、はい、まあいいかなというのを思った。そうですね。それがまずは、はい、きっかけでございます。そうですね。で、はい、さらにですよ。さらに。なんで、なんで、こっちに、はい、こっちに、こっちに、こっちに、これここそういう、そういう遊びをするなっていうね。パワハラパワハラ。ここにやったらダメ。ここにもあるみたいなね。画面が映っていい。徐々にね、皆さんで、ね、いいですか、はい、?5 秒ごとに3ミリずつ動いていくっていう、まあ、マジック。ガチみたいな。最終的にもこいつがゲートのああいうのになってるみたいな、状況を作り上げていこうかなと思うんですけれども、はいはいはい、まあそれはさておきね、はい、なんで乗っているのか、はい、皆様にね、さっき言った現物、うん、今からやっぱりポイントとして来るんじゃないかなと、はい、そこに重ねて、はい一発入れさせてください、席を。はい、そうですね。そこに重ね合わせてね、はい、ものすごくいいもの。うん、やばいっす。これはね、ちょっと他の取引所には、はい、ちょっと本当にないものが、はい、ゲートさんの方にあるので、うんうん、ちょっとね、そういう情報をお伝えできたらなっていうふうに思う。はい、そうですね。別に、はい、特別ゲートさんだけ持ち上げるとかじゃなくて、本当にビットマン TV が、うん、これめっちゃいいぞって思ったものがある。そう、取引所のいいところね。いいところ、めちゃめちゃ。だからそこを、ちょっとお伝えさせていきたいなということで。そうですね。携帯を、はい、持ちながら行きましょうと。そうですね。で、裏にはね、はい、コウズキおでんが。おでんがね。ビットマン TV の携帯の裏には、コウズキおでんが。おでんさんが。私一番好きでございますから、はい、おでん様そうです、よろしくお願いいたします。はい、で、まず何なの？何を皆様にお伝えする？はい。私がお伝えしたいのは、はい、ゲート IO さんのスタートアップなんですよ。来たねー。これ。やばいよ。やばいんすよ、本当に。ちょっとね、うん、まあ、他の取引所も、いろいろ稼ぐ手段ってあると思うんですよね。はい、ローンチパッドとか、はい、ローンチプールとか ね、 そうですね。そういったものは当然用意されてるんだけれども、うんうんうん、ゲートさんにおいては、はい、この、まあ、皆さん画面でね、はい、見たらわかるかなって思います。そうですね、今、うん、リンクされてるからわかるかなと思うんですけど、はい、この、ボットとかね、レンド&アーンとね、はいはいはい、この横に、うん、スタートアップっていうものが、あると。そうですね、これが、まあ、とにかく、えぐいということで、ここはさすがにお伝えをさせてくださいということで、ベストが通常配信として撮ってます。そうです、ね、開いちゃっていい。いやもう言ってください、ビットマン。その前にね、メンタル見てみて、はい、左上、はい、ちょっとこれ押しちゃったら、はい、ビットマン TV の番号が出てくる可能性があるんで、はい、押せないんですけど、はいはい、この画面のね、はい、左上の方に、はい、骸骨の骸骨、これね、はい、ちょっと前にゲートさんでやっていた、はい、NFTおお、はい、はいはいはい。ゲートさん独自で NFT 販売してたんですよ。はい。で、はいはい、それがこう、1ドルとか2ドルとかで売っていたんで、うん、まあそれを購入してね。あ、なるほどね。そうそうそう。ビットマン TV の、はい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 、まあトップガにこう、していると。うん、なるほど、なるほど。これって人にもあげれるのかな？あげれるんだったらあげるよ。多分あげれるんじゃない？結構何枚か持ってる。マジで。かっこいい骸骨系のものは持ってるんで。あげますからね。いや、ありがとうございます。もし渡せるのあれば、はい、よろしくお願いします。まあ行きましょう。行っちゃいますか。ね、ごめんなさい。その前に、さっき言ったように、うん、このね、ほら、今現物っていうところを押してるんだけど、はい、これもういい？今して、上からされしていくけど、これ永遠と終わんねえじゃん、マジで。やばいやばいやばい。見て見て、これ全部現物よ。すごいよね。これエグいと思う、マジで。本当に。うん。ずっとね、だから、いろんな草コインも、本当に扱ってるし、そうそうそう。誰もね、本当に 目かけてないようなもの、これずっと終わんないですから。俺今ずっとスライドしてるんですか？あ、ちょっと終わっちゃったよ。ほぼ終わんないということで、まあ、認識していただけたらなと。エグいです、とにかく。本当にすごい。はい、で、上にぐーっと戻っていきますよ。はい、もう、終わっちゃってるイメージ言っちゃったけどね。まあ、いろいろあるんですよ。はい、で、スタートアップ。はい、まあ、押しましょうよ。パリッと。いっちゃいましょう。行きました。はい。今、うん、これが、はい、皆様に先ほどお伝えしたスタートアップというものになりまして、そうですね、うん、まあ、言ってしまうと、うん、VIP ランクに応じて、はい、もらえる枚数が変わる、うん、そうです、株数です、ね、株数、配布される、まあ、株数っていうのがね、うんうん、が変わると、はい、まあ、枚数が変わるということ、そうですね、だはっきり言うけど、うん、この VIP ランク、まあ、ビットマン TV 今ね、VIP10 になってるんですけども、はい、これがね、まあちょっと一応言いまし
か、うん、あのほらビットマン TV ね、さっき言ったように、うん、前々からねゲートさんをっていうか本当にでき始め日本に広がり始めの時から、うん、ゲートさんをねまあ案内をしていました。してまあ、 それから今も2年ぐらい経過して、うん、実はほらゲートさんと、うん、まあ、 なんていうんですか、いろいろそういったこう案内をしてくださいよみたいな話全くなかったんですよ、はいはいはい、なかったよね、うん、全くなくて、うん、でもほらビットマン TV ゲートさんをずっと一生懸命案内してたんで、はいはいはい、多分それを見かねたゲートさんが何もしてないのに案内してもらってて、まあ悪いだろうみたいな感覚でしょ。今回、スタートアップね、はい、ちょっとこう案内してもらえますかみたいな。うん、で、まあ、その代わりと言っちゃなんだけれども、まあ、ビットマン TV もほら資産入れてたんですけど、うん、ちょっとこうね、そうそう、VIP10 っていうものがありますから、うん、ちょっとそこ体験してみてくださいよみたいな感じで、うん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いただいたんですよ。ありがとうございます。で、だからこそ、はい、皆さんに、うん、これね、やる前は、うん、いらないと思ってたの。いや、ほんとそう。ほんとに。うん、これ、ね、ガチで。ね、思ってたよね。言ってたから、うん、言ってた。いや、そんなのいらないっしょ、みたいな。うん、だって、うん、なんでかって言ったら、うん、他の取引所さんとかの VIP10 って、うん、おそらくね、うん、イメージよ、ビットマン TV の、うんうんうん。取引の手数料とか、ああいったものが、うん、他の方よりも安くなるっていうのが、そうそうそう、ビットマン TV のイメージする VIP だったんですよ。わかります。そうそう。それとか、あとは他で言うと、例えば、あれね、ステーキングとか、はいはい、ああいった割がちょっと良くなるよとか、良くなるよね、だから、うん、そこまで旨味ないでしょうみたいな、そうなんだよね、ふうに思ってたの、うん、確かそうそうそう、うん、ただ、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ一回めちゃくちゃ言われたんで、うん、いいですめっちゃいいですかって言われたんで、うん、じゃあ実際やったら、うん、マジでエグかった、マジでエグ、いや本当に、いや本当サビ笑い、もうここまでもうね、あのために溜め込んでるんで、うん、今ね、うん、もう早く進めって思ってる方いるかもしれないけどマジでやばいからいややらないとやっぱ分かんないもんね。これはちょっとやんないと分かんないし、前からビットマン TV 言ってるように、いろんな物事をね、毛嫌いする。新しいものを受け入れるってやっぱ人嫌だと思うんだけど。皆さんそうと思うんですよね。うん、やっぱりこう嫌じゃんね。それも、でもやっぱり必要なことだなと、新しいものに目を向けるっていうのはね。そういった意味で、ものすごいものだということで、やっぱり皆さんには知ってもらった方がいいかなっていうのを思って、今回の動画になったんですよ。そうです。で、行きましょう行きましょう。今ね、だからそういった経験でビップ10になってると。で、まぁここほら、利用可能な株っていうのがあると思うんですけど、まずはそっちちょっと見ようか。はい。今ね、うん、ちょっとこう、一番上の、この、はい、9っていうやつかな。そうですね。これ押しますけど、はい、ここ、はい、全ランク。より多くの株を取得する方法ってあると思うんですよ。そうですね。で、一応全ランクっていうところ開きましょうよ。はい。こういった形で、うん、ゲートさんの VIP ランクに応じて、はい、言ってしまうと配布の割合です、割合。そうですね。だから、うん、1500とか、うん、一番ほら、VIP1 だったら10ってなってると思うんですけど、はい、別にこれ10枚とか、うん、1500枚がもらえるってわけじゃなくて、うん、参加した人、がたくさん多分いるでしょ、うんうんうん、その中でVIPランクが高い人ほどこの割合もらえる、そうそうそう、振り分けがあるからね、そうそうそう、うん、だからまあ単純に言うならば、うん、VIP2 の人よりも40倍か、うん、そうだね、うん、その方が分かりやすいね、その方が分かりやすいね、VIP2、うんうん、の人だったら今これ割合40ってなってると思うんですけど、VIP10、うん、だったらその VIP2 の人よりも40倍多く、うん、まあ枚数がもらえるっていう感覚で、いいでしょうと、はい、で VIP がついていない人は、はい、まあラッキードローという形になってるんですよね、そうですね、まあそれが VIP、うん、というまず概念、うん、VIP を持っていれば、はい、このスタートアップで配布、うん、もう言ってしまうと、はい、タダでもらえる、現物もらえちゃう、ボタン2ポチですからね、ポンポンで、ポンポンです、はい、参加をするというボタンだけをね、マジで本当に参加をするというボタンだけで通貨がもらえる、もらえる、そういう仕組みになってます、そうなんですよ、でそれがまあ VIP という概念、はい、で、今ねちょっとごめんなさい、また戻りますけども、はい、進行中、はい、いや言うてもよと、ね、はい、ビットマン TV おっさんと、はい、そうは言うものの、はい、他の取引所と やっているね、はい、ローンチパッドとか、はい、ああいったものみたいに、はい、もうね、下手すると2ヶ月に一遍みたいな、うん、この日にあるよみたいな、ね、もうね、うん、そういうイメージお持ちでしょ、持ってると思う、帰ってください言い過ぎやな、ごめんなさい、言い過ぎました、ごめんなさい、離脱させてください、離脱させてください、でも普通はそういう感じで持つと思うわけよ、普通はそのイメージだと思うんだけど、持ってたし、持ってたの、本当に、言うてもそうないっしょみたいな、そうそうそう、実はね、うん、1日で2通貨ぐらい上場します、これ毎日ですよ、毎日、ほぼ毎日、ほぼ毎日で、最低でも1通貨は上場するって感じ、はい、で、うん、今ここ見たら分かると思うんだけど、うん、ほら、9とかね、開催予定って書いてるでしょ、はい、で、今下の方に青で、うん、無料エアドロップ通知って書いてあるんですけど、うんうんうん、まあこれで言うならば、はい、あと1時間と53分後に、うん、この無料エアドロップ通知っていうのが、うん、0ドルで受け取るってなります、そうです、だから VIP をもらってる人は、うん、そこをポチでワンポチするだけで、そうです、もう上場上がったら、はい、上場上がったら、うん、あるかな、あ、ね、開催予定だから、上場日がちょっと何時間かタイムラグがあるんですけど、上場したら、うん、上場するちょっと前かな、うん、にそのさっき言った割合分だけコインがもらえるって感じ、だからワンポチでコインがあるところにもらえるってこと、マジマジやばいですから、で実際ねどれぐらい稼げるかっていうのは後で言いますだから言ってんのよ、だから言ってんのよ、ちょっと待ってちょっと待って
ごめんなさい、本当興奮してるんですけど。いや、でも、ね、そうそうそう。うん、だから今であれば、今日だったら、はい、この何位かな、はい、で、上にずらしていきますけど、今進行中っていうのが4通貨。4通貨。うん。多い時だと、これがね、9とか10通貨になる。ありますあります。あります、あります。予定として出てくるのが。そうだから、うん、明日、あと1日と1か、1時間後。うん。だから明日の日曜日だったら、うん、マリアという通貨かな。これがまた始まるし、ね、と。で、まさにね、ウォード、ウェブウォーとかね。うん、一番最後、15日先までの予定は入ってるんだけども、うん、奥旅アという、はい、まあ、ちょっとゲーム系通貨っぽいね。うん、ね、なんかね、うん。その通貨が15日後に始まると、うん。で、一応ね、この間にポン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 入ってくる感じ。はい、だから、さっきも言ったように、うん、1日で大体、2つから、まあ、多くて3つ。3つの日もありますからね。うん、3つの日もある。本当に。うん、っていうのが、うん、まあ、言ってしまうと、うん、スタートアップのまずは概要。そうですね。で、うん、この右が興奮しすぎて、生つばもんじまっていい。こっちも興奮するぐらいね、本当に。すごいよっていうのがあって、本当本当。で、この右側のね、終了っていうのがね、今開きましたけど、あるんですけど、これほら、ペペフォークとか、はい、でね、うん、あのね、まあ、思う方だったら、はい、いやいや、そんなに毎日毎日上がってるんだったら、はい、枯渇するじゃんっていうふうに思う方もいるかもしれないし、実はあんまり注目されていない通貨ばっかなんじゃないのって思う方いるでしょ。なるほどね。さらに言うと、うん、いやいや、見てみてくださいよ。はい、はい、はい、ここ、ここ、うん。はい。ディファイ、ディファイ 2.0。ね、あとは、ここ、うん、はい。ゼータチェーンですよ。そう。これ。あれでしょ。だから、他の取引所で言ってしまうと、うん、新しく上場するものも、このスタートアップの中に入ってきてるんですよ、普通に。そうなんですよ。普通にある。普通にある。うん、で、あとは何かお伝えすることあるか？あとはね、止まってしまったけれども。そう。だから、これ、これ本当に、うん、このさっき言った、この振り分けのね、うん、割合はあるとはいえ、うん、それぞれの通貨っていうのが1日に 3つぐらい、現物でもらえるわけなんですよ。うん、そう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 。で、もちろん、まあ、皆さんご存知の通りね、売りたいタイミングで売って、うん、その売った額によってどれぐらい儲けるかっていうところは差が出てくるものの、そうなんだよね、今年来年のこの現物フェーズ、うん、絶対にこのスタートアップで現物を集めることができればワンチャンマジこれ跳ねたら跳ねる可能性はあるよね。だって数がすごいから、すごいすごいすごい、うん、で注目されてないものじゃなくて、うんうん、さっきみたいに注目されているものも上がってるからね、うん、そういった意味で言うとかなりいいものかなというふうに思います。そうなんです。で実際ね、うん、VIP 店、うん、もうそこに行きましょうか。あ、そうですね。どれぐらい行ってるのかとか、そうだね。今知りたいかなっていうのを。そうだね。言いましょう。うん、ね、VIP で、うん、まあ私、ビットマティビ、頂戴しておりますから、はい、お伝えすると、うん、ね、あまり注目されていないもの。うん、だからほら、このペペフォークとか、はい、PIVX とかね、はい、ビットマティビも初めて知ったんですけど、うん、そういったものに関して言うならば、はい、ね、だいたいね、10から10、15ドルぐらい。そうだね、ドルで、ね。10、うん、10ドル、ドルで言うと、15テザーぐらいが、ワンポチで稼げるって感じ。ワンポチで。で、うん、さっき言った、うん、ゼータチェーンとか、はい、ここに関して言うと、うん、一発で60ドルぐらい稼げた。そうだね。1ドルちょっとつけてて、うんうんうん、上がった瞬間にね、うんうん、もうすぐ、まあ、ビットマティを売ったんで、はいはいはい、で、どれぐらい枚数もらったのか、うん、ワンポチで50枚もらったんですビップテンワンポチ50枚っすよ。やばいよね。やばくないですか。やばいよね。スタートアップだからもう、ま、今の毎日の日課が朝起きてスタートアップ見るっていうのが日課になってるんですけど、いや、なるよね。ワンポチで50枚もらえて、はい、1日何もせずに、6000から7000円もらったって言ったら、やばいでしょ。やばいですよ、そうなんですよ。だから、うん、そういった意味でもこれ、うん、すげえ破壊力あるなーって本当思って。いや、ありすぎでしょ。本当に。そうそうそう。これが、まあ、スタートアップのね、そう、まあ、本当、ゲートさんの方で開催しているスタートアップの概要になります。うんうんうん、はい、で、うん、実際ね、気になる方多分いると思うんで、はい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 、まあ、お伝えしましょう。うん、最後に、うん、ちょっと、うん、まあ、先に言っとこうかな。はいはいはい、ゲートさんの方から今回ね、うん、このスタートアップを、うん、まあ、スタートアップというか、ゲートをね、うん、ちょっとこう、今後、うん、いろいろ案内してくれるんであれば、ば、この VIP に関して、はい、ビットマン TV の、はい、コミュニティの方に、方に、これね、言っていいですか、うん、新規だけじゃないです。既存も。既存の方も含めてでございます。何？何？ VIP ランク、はい、付与のバーをかなり下げてくれると。ありがとうございます。すごい。マジで。今ね、ビットマンが説明したこの現物がもらえる、はい、スタートアップの、はい、VIP ランク。はい、基準が緩くなると。緩くなる。かなり緩く仕上げますと。かなりね。ですから、うん、今までビットマン TV がね、うん、もう本当に無償でゲートを案内してくれた。はい、その恩に、まあ、報いるわけじゃないんだけれども、なるほど。じゃあ、ビットマン TV、ね、確かに VIP10 体験してみてくださいと。はいはい。ね、それが体験したらわかるでしょうと。うん、実はわかりましたよ。はい。で、その上で、はい、じゃあ、ビットマン TV さんのコミュニティの方にも、はい、本当にいい思いしてもらいたいんで、さらにやっぱりほら、2024、2025は、
いな。やっぱり鳥貴女さんのね、やっぱりこう戦争にもなってくるんじゃないかなというところ。そうですね。そういったことを見越して。見越してね。ゲートさんね、先に手打ってきてるんですよ。そういうところなのよね。今までやっちまってんだけど。1円ももらってないけど。今まで1円ももらってないけども、今回を機に、コミュニティ全体の人に、なるほどね。ものすごい人数ぶっちゃけいますから。ビットマン TV さっき言ったようにゲートさんをね、案内してましたから。そうなんですよ。ものすごい人数いるんで、結構いい恩恵が受けられる方がいるんじゃないかなっていう感じ。だからそういった方々も、ね、今までゲートさんを登録はしてたけど、そうだね、使ったことがないよって方たくさんいらっしゃると思うんで、ビットマン TV コミュニティの方でですね、そうだね、今からの新規で入る方も大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。ですから一回ね、ほんとね、使ってみて、体験してみて、はい、このスタートアップの良さ、はい、あとはゲートさんの現物の、通貨数の多さであるとか、はい、先物も全然変わんないんで、そういったところをね、体験してもらえたらなというふうに思いますから、そうだね、よろしくお願いいたします。で、お願いします。行きましょう、行きましょう。VIP の、概要というか、はい、そもそもどれぐらい、はいはいはい、なのかっていうのは見ましょうか。そうですね。ごめんなさいごめんなさい、ちょっと見ておきましょう。どのぐらいの割合でその VIP の基準を満たして、VIP2 とか3とかもらえるのかっていうところですね。いきましょう。それを踏まえた上で、まだ出てきてないかな、ゲートさんから詳しく。そうだね。だからこの動画の最後に貼るというよりも、はい、X とか、はい、あとは通常配信の方でご案内しますから、そうだね。そこを見ていただけたらなというふうに思います。はい、で、まあ、今の現状一応確認しておきましょうよ。まあ、大元でしょ。そうそうそう。ね、大元。元元は。そうそう、うんうん。本来はこういった形。はい。VIP ランクね、はい、ありますけれども、うんうん、ちょっとこうね、画面が、スライドしていかないといけない。上から VIP0 から、MAX が VIP16。はい。で、まあ、こういった形かな。うん、取引量とかね。はいはい、あとは、入金額によっても変わってくる。資産ね、入金してね。入金資産でも変わってきてたかな、うん、わけ。そうですね。まあ、もしね、アカウントをお持ちでない方は、うん、この、ちょっともう一回戻りましょうか。はい。このスタートアップというところを開いていただいて、はい、このアップグレードというところがありますから、はい、これを押していただくと、うん、まあ、わかると。そうですね。というところでございますね。うん、ちょっと、ここも押した。あ、ここでもわかるか。そうだね。はい、ごめんなさい。行きましょう、行きましょう。で、はい、まあ、一応ここに載ってるのは取引量であるとか、うん、GT のポジション、アカウントの資産価値。ね、ああ、だからそうです、うん。資産価値ね。そうです。これ、アカウントにどれぐらい入ってるかによって、VIP ランクが変わってきますよ、ということ。そうです。で、うん、上から見ていった方がいいのかな。そうだね。で、ごめんなさい。あとね、この料金プログラムっていうのがあるんですけど、はい、ほら、VIP レートって一番右側にあるでしょ。はい、だから、当然 VIP ランクが高くなっていけば、うん、他の取引所さんと同じように、そう、取引手数料関係も、この割合、うん、ぐーっとね、まあ、安くはなっていきますよと。だから、VIP10 からだったら 0.058% の、うん、手数料率になるってことかな、うんうん、そうですね。いう感じ、うん。で、さっき見たように、うん、VIP2 から割合40だったね。はい、で、VIP10 は、ここ、まあ、割合が1500だったんですけども、はい、まあ、かなりね、うん、バーは高いと思う。高いんですよ、うん。これ見てもらったら分かると思うんですけども。高い高い。うん、だって、資産レベルで言うと、うん、まあ、GT っていうのは、うん、ゲートさんのね、そうですね、土地の通貨になる。はい、うん。で、まあ、アカウントの資産価値、だから入金を言ってしまうとしていただけたら、うん、まあ、それに応じて VIP ランクが上がっていくよと。そうですね、まず VIP1 の権利獲得するのに2000テザー必要。そうですね。で、VIP10 になると200万ドルです。はい、そうだね。だから日本円で言うと3億円ぐらい、ちょっとこう入金をね、本来よ、本来。本来。本来であれば、ちょっとしないといけない。で、これはもうしっかりと管理されてますから、うん、確かにそう。そうだ。ビットマン TV も、特別にね、今ちょっとこう、いただいてますけど、うん、もともとそれをもらう前は、もともとほら、うん、資産に入ってたでしょ、うん、アカウントに入金してたんで、うん、VIP4 ぐらいになったかな、VIP3、4ぐらいになったかな、もともとは、ね。もともとは、うん。だから、ここに関してはしっかりと計算されて、うん、VIP がね、配布されているっていうような状況になる。だから、本来の、うん、形であれば、うん、200万ドル以上入金っていうか、アカウントにないと VIP10 がまあもらえないと。うん、で、まあ、半分の VIP5 とかであっても、うん、どうなの4万テザーぐらい。4万テザーね、うん。で、あとは、ね、そうだね。うん、どうかな、アカウントの資産。はい。まあ、そこまで入金ができないよっていう方は、はいはい、やっぱりこの取引量になるかな。そうだね。取引ね。目指すところは。そうそう。だけども、一ついいですか、はい、取引量に関して言うと、はい、これは1ヶ月計算になるっていう話だったと思います。そうです、そうです。うん。1ヶ月計算で2ヶ月間付与かな ?2 ヶ月間、60日間の。そうだよね。そうです、そうです。これ上からね、下、あ、そうそうそう、下に行ったら書いてますね。うん。VIP ランクのアップグレード規定というところに、うん、ほら、30日間の取引量を満たせば、60日間、だから2ヶ月間は、達成した、VIP を保有する、ステイすることができると。そうですね。で、うん、GT ね、と、うん、あとは、資産に関して言うならば、はい、これはもう維持される限りずっと多分その VIP が継続っていう状況に、そうですね、まあ、なるのかなと思いますね。GT に関しては維持しないといけないっていうのがあるんですね。そう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 、そう、うん。だから取引高に関して言うと、ちょっとこう毎月変動があるかもしれないけれども、うん、まあ普段ね、ガンガン取引している方であれば、うん、まあ結構現実ラインとしてはあり得るかなっていうふうには思う。いや、そうですね。1ヶ月間の総取引量になるから、うん、そうそうそう、いう感じ。はい、これが、本来の、はい、ゲートさんのね、うん、VIP ランクに、はい、の
推移と、はい、あとはそこに対する、うん、もう一回開けましょうか、はい、VIP に応じてどれぐらいもらえるのかと、はい、これがそうですよ、そうですね、はいはいはい、1から10まで、うん、一番上が、まあ、1500という割合でもらえるよっていう、ね、まあ、概要になりますよ、はい、よろしくお願いします。でさっき言ったように、うん、参考程度に、はい、ビットマン TV は、はい、一応1回1回のこのスタートアップ上場、うん、大体も最低10ドルぐらいもらえている、そうです、多い時で50ドル、ゼータが60ぐらいだったそうです、ね、いうふうになってますから、はい、ぜひともぜひとも、はい、今後ね、だって結果で言うとトータル1ヶ月で1000から1500ドルもらえちゃう可能性があるの、いやいやいや、そうなのよ、わけなんですよ、マジで えぐいでしょ、毎日ボタン2回押すだけで、うん、そうなの、やばいやばいよ、参加すると上がったらあの取引で売るっていうボタンをやるだけで、うん、大体、うん、まあそうだね、800から1000ぐらいは、うん、まあ行くのかなっていう感じ、いや低くても行くよそれぐらい多分、うん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 、でさっきも言ったように、はい、まあ現実的じゃないでしょうと思う方いるかもしれないんですけど、うんうんうん、一応ビットマン TV のね、うん、あのまあキャンペーンという形で、うん、いただきましたから、はい、一回体験ね、ちょっと本当にしてもらいたいなっていうのを、マジでマジでしてほしい、うんうん、本当に、あ、一応、はい、あのゲートさんから言われているのは、はい、あの永遠とそのキャンペーンが適用っていうのはなかったので、そうですね、それは難しいと、それは難しい、さすがにあのビットマン TV さん、うん、だけじゃないんで、さすがに永遠は難しいから、うん、一応試してもらいたいという意味合いを込めて、うん、1ヶ月間のそう、さっき言った、はい、ビップランクのバーを下げますと、そうですね、1ヶ月間下げますと、はい、で、その中で達成してくれた人たちは、うん、翌月に1ヶ月間だけ、うん、1ヶ月間の体験です、ね、体験1ヶ月間だけビップ体験ができるっていうことなんで、そうです、まあワンチャン、あのね、上のビップ店も下がってるのかな、下がってます、下がってます、下がってます、上のビップ店も下がってますはい、だから取引高とか取引料とか取引とか結構する方であれば行きやすい、はい、いや行きやすい、入金も多分かなり下がってる、入金もかなり下がってます、ではね、ちょっとヒント的に言うと、うん、8分の1とか。おー、大体。はい。はいはい。より、ちょっと下の、VIP1、2、3ぐらいもっと多分下がってるんじゃないかな。あ、ねえ、ビットマン。うん。VIP1? うん。ないない。飛び級で、うん、キャンペーンの皆さんは VIP2 からさ。あ、ねえ、マジで。え、それガチで俺知らなかったんだけど。ガチ。あ、交渉はこっちが全部してくれてるんで。ガチなんですよ。あ、VIP1 なし。はい。VIP2 からスタート。もうちょっとチラッと言っていい？うん。チラッと言うと VIP2 とか、うん、入金4000手台してたんですよ。はい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 。ない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 。あ、本来とか本来。ああ、本来ね。VIP2 の入金、あの資産は4000手台入れないと、本来は。本来は。うん、VIP2 にもらえないんですけど、はい、ランクを。はい。なんと、皆さんは、500でいけちゃいます。あ、オッケーオッケー。あ、そこまで下げてくれて、交渉してくれたのね。そうなんです。はいはいはい。じゃあ、VIP10 を、はい、じゃあ600手台にしておきます、ね。ごめん、それはできない。それはできない。それは無理、さすがに。それはできないですけど、あの、他はね、また皆さん、キャンペーン始まってから見てほしいんですけど、はいはいはい、もう VIP テーマで全部下がってます。オッケーオッケー。マジで。VIP2 なんちゅうのは、もう500からスタートよっていうこと。やばいから。だから、ちょっとでも、うん、他の取引所にね、資産があって、はい、まあ、移してくれた方であれば、まあ、とにかく体験ができますと。いや、マジで本当に。だよね。うん、オッケーオッケー。じゃあ、そういった形で、はい、ビットマン TV の、はい、特別キャンペーン。キャンペーン。これも用意してくれると。そうです。いうことで、こうご期待。いや、スタート。そうだね、スタートは案内した時からスタートしてもらいますから。そうだね。だから、来だったら2月1日からが良かったんだけど、ね、ちょっとタイムラグがあったんで、まあ、でもインフルエンザね、うんうんうん、なっちゃったんで、顔隠したいからじゃないですか、ね、そうインフルエンザで、ということなんで、はい、ちょっと、もうちょっとお待ちくださいと、そうですね、案内は流しますからね、はい、準備はねしておいてください、いやマジで皆さんチャンスですから、チャンスチャンス、本当にチャンスです、これはこれね、マジで本当にね、まあちょっと、うん、動画ちょっと長くなっちゃってるけど、はいはいはい、うん、やっぱねこう、うん、損するようなものは言わないよ、言わない、はっきり言うけどね、いや本当本当、そんなことしたって何の得にもならないっていうのは分かってるから、分かってるからね、で別に言っときましょう、あのね、この動画に関しても、うん、まあ、初めに言っとけばよかったんですけど、うん、ゲートさんの方から作ってくださいって言われてないですか？言われてない。これガチで。ガチです、ガチです。本当に。これ言われてないんですよ。うん、別に、ゲートさんの方からは、うん、いやもう自由にしてもらっていいですと。うん、普段の通常配信で言ってもらってもいいし、うん、言わなくてもいいですよって言われたんですよ。本当に。本当に今までの、うん、ものがあったんで、うん、お礼としてみたいな感じだったの。ほんとそうだよね。そうそう。うん、だけれども、うん、やってみて、ものすごく旨味のある。そう。何もせずに稼げるってエグいやん。いや、もうここで盛り上がっちゃった、ね。盛り上がってやばい。ちょっとエグいぞ、これ。やばいやばいやばいみたいな、うん。うん。一回ね、本当にこう体験はしてもらいたいな、というふうに思いますね。いや、ほんとそうですね。この VIP に関して言うとね。はい。まあ、いろいろ本当に、ゲートさんの中では、うん、他にも使いやすいものもね、うん、たくさんあるし、はい、まあ、どうかな、他の日本に進出している、うん、取引所、はい、と遜色ないレベルでね、使える。はい、そういうような形になって、うん、で、ごめんなさい、ループになりますけど、はい、VIP ランクがね、うん、上がっていけば、うん、取引手数料とかね、はい、当然ね、うん、割引対象になっていきますから、そうですね、もうね、あのね、なんかね、印象としたら、はいはい、印象としたら、うん、その普段からこのスタートアップとかもそうなんだけど、はい、やっぱりこういったものを用意してるっていう言葉だよ。うんうん、だからね、ゲートさんのスタンス、これ予想ね、うん、スタンスとして、なんか、はい、もう本当に普段から、うん、たくさん使ってくれる人に、うん、本当にいい思いをしてもらいたい取引所なんだろうなって感じ。いや、それは本当に思った。だから、うん、ほら、取引所によっては、うん、なんか一瞬でいい
から入金してねとか。わかるわかる。だってそういうのって抜くじゃないですか、ぶっちゃけ。うん、ぶっちゃけね。はい、入金してボーナスもらって、はい、抜くみたいな。ぶっちゃけね。だけども、ゲートさんっていうのは、じゃなくて、うん、もうずっとその資産をうちで残してくれるんだったら、うん、ものすごく美味しいもの、うん。何もしなくても稼げるようなものをとにかく用意してる。うん、そうだね。さっき言ったようにローンチパッドとかローンチプールじゃなくて、うん、そんな時期時期じゃなくて、うん、もう常にやってますから、みたいな。本当にすごいよ、ね。うん。だから、これは、うん、まあちょっと語弊があるかもしれないけど、お金を結構ね、うん、あの、他の取引所に預けている方、うん、何もないじゃん、普段。あんまり。そう。言っちゃえば。お金もらえるっていうのが毎日の機会としてないと思うんで、ただそこに預けてる。預けてるだけだと思うんです。まあ、銀行に近い感じで。あとは、ステーキングしたりとか、はいはいはい、レンディングしたりとか、うん、まあ、テザーとかもできるんでね。そうだね。やってる人もまあいるのかなと思うんだけれども、はいはいはい、うん、それ以外の部分で通貨がもらえるっていうのはものすごくでかい。で、でかい。でかい。VIP10 以上だったら、ほんと冗談抜きで、1個のプロジェクトで最低ほぼ10ドル以上もらえますからね。本当にすごい。でかすぎるよって感じ。1日2個3個上がれば、だって1日とか4000ぐらいもらってるんですよ、今。いや、そうなんですよね。そう。マジボタンに買うから。やばいよね、これやっぱり。マジで笑いが出てくるレベルだよね。いや、そうなの。本当に。だからこれはちょっと体験してもらいたい。うん、やってもらいたいなっていう。体験したら絶対わかると思う。うん。多分抜きたくなくなると思う。資産自体。そうだね。そこは思いますからね。うん、よろしくお願いいたします。はい、まあ、とにもかくにも、うん、ビットマン TV 専用の、はい、キャンペーンを打ち出してくれと、はい、ゲートさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、そのね、続報出てきましたら、はい、通常配信の方でも言いますし、ね、X の方でもポストしますし、ぜひともね、ご参加していただきたいなというふうに思う。はい。はい、ボーナス関係じゃないですよ。いや、本当そうです。毎日もらえるというね。毎日もらえる。最高でしょう、これはというところでございますよ。はい、で、あとは、うん、ゲートさんの方でもね、うん、まだ情報もらってないんですけど、うんうん、やっぱりほら、取引大会とか、はいはい、ああいったものも、ゲートさん、うん、今年、当然ね、力入れてやっていくと思いますし、うんうん、そういったところでもチームもね、うん、やっぱ今までほら、ビットマン TV、うん、作ってなかったんですよ。ゲートさんの方で取引大会のチームとか。そうだね。だからでも、うん、そういったところもね、やっぱりこう、せっかく、ビットマン TV じゃなくてコミュニティの方々にも、うん、やっぱりいただいたんで、うん、そういったところもやっぱりこう、盛り上げるためにね、そうだね。協力もしていきたいな、というふうに思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。現物の U、はい、ゲート .io。そうです。ゲートって言った俺。言いました。ゲート .io。言ったよね。はい、言ったよね。言ったよね。前、言った言ったよ、言ったよね。言った。ビットゲートさんの方でって言うのかな。いや、言ってない。言ってない。言ってない。大丈夫です。ごめんなさい。他の人でぶち込むんだと。ビットマン TV ね、他の特徴、今までね、やっていたので、ちょっとね、頭がずっとそこに引っかかれちゃってて。それはしょうがない。ごめんなさい。語弊が今あったかもしれませんけれども、ごめんなさい。ゲート .io さん。ゲート .io さんね、現物取引の U。今後先物もね、行くかもしれない。いや、ほんとそう。ゲート .io さんでね、ぜひとも皆様、トレードライフを過ごしていただきたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。説明欄の方には、はい、gate.io さんのリンクを ね, クをね、しっかりご用意しておりますので、はい、今後、さっき言ったようにキャンペーンにね、ご参加いただく方は、はい、そのリンクをご活用いただいて、うん、登録をしていただいた方のみになりますから、はい、よろしくお願いします。で、今後もね、今回は、期間限定でもらいますけれども、うん、今後はね、ちょっとこう、ゲートさん、との、いろいろ話し合いの中で、はい、まあ、入金キャンペーンとか、ああいったものも、ちょっとこう、できたらな、というふうに思います。はい、で、入金キャンペーン金に関しても、まあ、言ってしまうと、ビットマン TV 専用のっていう形に多分なると思うんで、そういった意味も含めて、まあ、VIP はね、今回参加しないけども、今後の、それが入金キャンペーン券もらいたいよっていう方はね、ぜひともぜひとも、ご活用なさってね、トレードライフを送っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。昔から聞いている既存の方々もね、今回のキャンペーンは、対象になりますから、ぜひともね、楽しんでみてください。皆さんお願いします。はい、お願いいたします。わかんないことがあれば、ビットマン TV のトレードチャットでもいいので、コメント欄でもいいので、ぜひともね、くださいということで、よろしくお願いいたします。はい、それでは、本日の、はい、まあ、通常配信と言っていいのかな、はい、ゲートドット .io さんで、はい、稼ぐネタ出てきたよみんなと、そうやね、最高のことがあるよということで、はい、よろしくお願いいたします、うん、通常配信の代わりということで、はい、今日の配信、はい、以上となります。はい、またまた皆様、はい、あとごめんなさい最後、はい、クリプトマギア、はい、そうですね、を、うん、ちょっと配信ね、2月からちゃんと始めていきますから、うん、ここに関してもね、うん、楽しみにお待ちくださいということで、よろしくお願いします。はい、それでは本日ね、